はい、どうもお世話になっておりますテッシーでございます。前回のね、4章で、シーラがアリティアが陥落してしまったと、攻められてしまったと、で教えて伝えに来てくれたんですけれども、マルスも結構険しい表情で必ず取り戻すって言ってましたがね、果たしてどうなることやらということでね、ファイアーエムブレム第2部5章グルニア解放プレイしていきたいと思います。一人でねプレイするときね、この最初のとこ省いちゃったりするんですけれどもね、ちょっとなんか面倒かなってあるんですけれども、読んでいきます。シーラがもたらした驚くべき、すいません、シーラがもたらした驚くべき事実はマルスの心を打ちのめした。すいません、先走って言っちゃいましたね。はい。ハーディンはかつて共に戦った仲間である、心を許し合ったかけがえのない友人だった。まあ、ハーディン一部で使ってなかったんですけどね。はい。だのになぜ、なぜアリティアを責める、僕が一体何をしたというのだ。悔しさに身を震わせ祖国への帰路を急ぐマルスたちの行く手を第一の関門が立ちはだかる。悪逆将軍ラング率いるグルニア占領軍の本拠地オルベルン城、別名悪の巣であった。一体僕が何をしたというのだっていうのは、なんかしてる人が言うセリフですけどね。はい。お、今回のマップ、水滝ですかね、これは。はい、なるほど、司祭がいますね。ボスはトラース、クインクレイン。なるほど、ここに飛竜がいますね。勇気者のドラゴンナイト、鋼ですね。これはなかなか厳しいんじゃないですかね。ここね、村行きたいですもんね。魔導士、盗賊がいますね。お、リカード、あー、メンバーカード持っとるな。これは取っときたいですよね。あ、これか。これはね、多分スナイパーで上級職で、今ちょっとまだ歯が立たないんです。あ、いましたね、ジョルジュ、スナイパーパルティア。いやー、イケメンっすね。はい、銀の夢、ここはね戦わなくてもいいんですね。で、このね、アカメイア兵が多分、あ、そうですね、リブロの杖を持って、でこれをね倒したいと思うんですけど、これをね、これがね、ちょっとなかなか戦えないんで厳しいんですよね。あとはまあ大丈夫かな。じゃあちょっとね、恒例のアイテム整理からやりたいとは思うんですが、メンバー先決めちゃいましょうかね。まあちょっとシリウス、ユミナ、オグマ、シーダもいた方がいいのか。ユベの方どうぞ、お前いいか。あとからね、マリクっていう魔法使いが確か仲間になるんで、マリーシア、ドーガ、ゴードン、リンダ、パオラ、カチア、まあ、あとアラン一応ね。他はいねっか。あとカシマ、ユベロ入れるね。ウォーレンと、あと一応セシルぐらい、セシルか。もうないといらなくなったかな。マッチス入れといてやる。こんな感じでいけますかね。で、ライブとリライブ、ユミナ、レスキューの杖。そしたら、アイテム渡す。ユミナに渡しようか。渡しようか。回復は2人いた方がいいんでね。鋼、鉄、銀の槍、誰持ってる？銀の槍、パオラ。シリウス、すいませんね、ほんとね、あの道具整理もね、あの本当はどうしようかなとは考えてるんですよね。カットした方がいいのか良くないのかっていうのをね、あのどっちがいいですかね。あのぜひね、あの
まあ、この道具のことだけじゃなくてコメント欄とかにねぜひ書いていただければ、どんどん取り入れていきますんで手ありですね。ちょっとな、銀の槍ナイトキラーは使えるな。シリウス銀の槍ですね、一応。他はいい？ああ、鉄の弓を持ってるのか。っていうか、2章はやっぱりきついっすね。ああ、そっか。ちょっと、ジュリアン、リカード、マチス入れてる場合じゃないっすね。リカード、ジュリアンいないとダメっすから。あ、そう、あとジュリアンはどんどんね、強くなっていくっていうか、強くしとかないといけないキャラなんですよね。まあ、なぜかというのは後々ね、わかりますんで。こんな感じですかね。銀の斧、斧は売っちゃった方がいいですね。あれ、槍が不足してるっすね。よし、こんな感じで。ちょっと待ってね、もう一回だけ見させてください。これ盗賊これ上行くのか。これかなりきつくないですか。 1,2 これ10ですよね、移動力。1,5,6,7,8,9,10。やばい、ここやばい、ここやばい。2,3,4,5,6,7,8。ここはやばい、ここ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 がやばい。これストーンヘッジと、あ、クイーンクレーン、あ、星のジェミニ、ジェミニ持つなよってね。ちょっとこれね、すいません、もう8分ですか。はい、では突っ込むしかねえのかな、これ。あー、手やりか。鋼、うわー、きっついっすね。魔導士がいやらしいっすね。よし、とりあえず記録します。進撃開始。これで、ちょっと待った、変なの見えた。ちょ待て、なんだこれ、シェイバーの書って。なんやねんこれ、マジで。あとは変なの持ってるやついないっすよね。リンダにも出せなきゃ。オッケー。ファイヤーも持ってんのか。よし、よし、行こう。オッケー。ラング司令官。アリティア軍がやってきました。バカ者、うろたえるな。奴らは大した兵力ではない。我らの敵ではないわ。しかし、ジョルジュ殿の弓兵隊は反乱鎮圧のために不在。我らだけで勝てましょうか。何を言っておる。すぐにジョルジュを呼び戻せ。それと傭兵のナーバードを探して連れてこい。とにかく、トラース将軍、わしは城内を固めるゆえ、お前はここを死守せよ。絶対に奴らを近づけてはならん。わかった。うわー、言い渡されたわ。ジョルジュはね、多分ね、ここら辺ぐらいまでは行って大丈夫なはずだったんですよね。あとは盗賊、これきついな。いける？とりあえずジュリアン、あれ、どっちだっけ。あれ、
とりあえずジュリアンは話して、おいリカード、お前まだこんなことやってるのか。あ、兄貴お久しぶりです。だって兄貴と一緒に働いてしこたま儲けるつもりだったのに、兄貴足洗っちゃうんだものな。いくら美人のシスターに惚れたからってオイラを捨てるなんてひどすぎるよ。オイラと兄貴の愛ってそんなものだったの。おいバカ変なこと言うなよ、人が聞いたら誤解するだろう。とにかくもうそんなことやめて俺と一緒に来い。えい、わかりやんした。どこまでもお供します。お慕いしてますよジュリアンの兄貴。リカードいいやつっすね。かなりいいやつ。問題はあいつ、これ魔法6か。 M シールド聖水とかもないんすもんね。13シリウスで全部倒すか。魔法6だからいけるでしょう。よし行こう。装備銀の槍待機。カシムか。高速5高速6。とりあえず1回叩いてって感じかな。ういこれでオグマに倒させると。なんという華麗なプレイ。自分で言うのもなんですけどね、オグマはね強いです。強くなりますから。はい、レベル10、力素早さ守備力 HP、 これいいですね。はい、もう救急車もね盗賊追いつかないと、そんな感じですね。マルスは村行かなくちゃいけないんで、シスターとアーマー、ドーガさんはね、ドーガさんは左の端を押さえる役かな。ストーンヘッジ1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、取り玉で届くのか。なか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 やんけ。一応援軍を送っておいてって感じかな。こう見るとなかなか広いと、やっぱり広いね。ちょっと当たり前のこと言っちゃってるんですけど、広いと広いねっていう。というのも、あ、リカードはまあまあ下に下げておけば大丈夫かな。あとはもう味方はいないですもんね。はい、ファイアーエムブレムのヒーローズもちょっとやってるんですよね。あのアプリの方で、スマホアプリですね。まあ、いずれチャンスあったらなんかどうにかしてうまくアップできればとは思ってるんですけどね。あれだと多分確かな、何マス何マス20マスそんなないのかな。16マス16マス、そんな狭くはないか。結構マスが狭くて、動き方によっても勝敗がまあほぼほぼ決まっちゃう部分があるんですよね。まあこれも動き方によってはちょっと死んじゃったりすることもあるんで、その点はまあ広い意味ではあんま変わんないんですけれども、ピンポイントでねこれまあ自由度が高いんですよね。こっちのゲームの方が。あとアプリとか結構ねいろんな動画でもね話させていただいてるんですけれども、アプリとかではこの 森とフィールドの壮大感が少ないかなって思うんですよね。あ、いけますねこれね。倒すか。多分ね大丈夫だと思うんですよね。これ攻めては来ない気がします。その代わりめっちゃボコられますけどね。
本当に大丈夫シリウス28 13 3 3 3、大丈夫か、スナイパー来なきゃ大丈夫かな。よし、あーでもどうだろう、ちょっと怖いや、まあいいや、行ったれ、銀使うか、もう行っとけ行っとけ、盗賊のくせにクリティカル1回持ってますね。お、あーそっか、騎士勲章持っとんのか、オッケー。で魔導士と、あーこいつらマジか、多分ね弱い方に来るんですよね。ですのでジュリアンもちょっと下がっといてもらって、結構来ますね。まあでも高速ゼロいっときましょう。高速3まずいね。必殺は1 6 12、必殺これね結構計算もねやっとかないとあれなんで、16、まあファイアーエムブレム、ストーリーもねいいんですけれども、やっぱり詰まるところこのねちゃんと大丈夫なのかっていう計算ですよね。5566、ギリ大丈夫。ちょっと待って、下もまだ大丈夫っすよ、これもまだ大丈夫。あーダメっすね、ダメか。あー12345678910、あ大丈夫ね、ここは大丈夫かな。じゃあこれはパオラで抑えるしかないのか、カチアで抑える。これねもっとね上手い人ねもうパンパンパンってね進められると思うんですけど、そこまでねちょっと器用じゃないんで、すいません本当に。これえぐいな、これえぐくないですかね。えぐいな、手ありだと高速ゼロになる。まあいっか、ちょっと、わあマジか、なんで。マジか、これ8割外して4割当たる、あーこれ結構だな。じゃあ仕方ねえか、仕方ないですねこれは。ちょっと一回我慢でナイトキラー装備して、シスターは下げて、まあこん、守備に、あーなるほど OK です。感じでいいっすかね。すごいな、2ターンでもう20分使っちゃいました、申し訳ないですね。お、やばいやばいやばい、ジョルジュ隊長、司令官からすぐに城へ戻るようにとご命令です。ラングか、俺はあの男は好かんな、やつは民を奴隷のように扱う、俺はあんなやつの下で働くのは真っ平だ、やつの命令など気にするな、放っておけ。しかしジョルジュ隊長、それではあなたが罪に問われます。隊長、まさかアリティアに寝返るとでも。いや、それはできない。今俺が寝返れば部下のお前たちまで巻き込んでしまう、
それだけは何としても避けねばなるのかだな。ジョルジュ隊長、とにかくみんなに伝えてくれ。持ち場を動いてはならん。だがもし敵の方から近寄ってきた時は構わん、攻撃せよと。いいねジョルジュ。あの昔やっぱねジョルジュになろうと思ってましたからね。あ、魔導士が上行って攻撃してこませんでしたね。あらららららら、ゴードンに来ちゃった。あ、そう、そんな来る。まあまあいいですわ。あー、全部シリウスですね。でも大丈夫、シリウスはね、上級職でもうランクアップ職業でクラスチェンジはできないんですけれども、まあ、ぜひともレベル20に上げてはおきたいかなと。で、このシリウスですね、実は仮面してるんですよね。まあもちろん最終章まで連れていきますけどもね、強いですよね。こんなに強い騎士がいるのかっていう感じで、第1部の時は何してたんじゃっていう感じですよね。どこに潜んでいたのかって。手あり。お、突っ込んできた。よけろ。オッケー、ナイス。うわー、どんどん来る、どんどん防虫。まあでも最初のね、ここだけやり過ごしてしまえば、あとはもうそんなに難しくない。増援とか、増援あったかな。増援はないと思うんですけどね。よし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 、これもう盗賊さえ倒しちゃえばな、ジョルジュ大丈夫でしたね。で、これなんとかね倒したいんですよね。ここまでは一応大丈夫。じゃあここも大丈夫でしょう。ここは危ないな、なんかここ、じゃあここの上行けばいいのかな。 OKOKOK、 鋼の槍リンダで行きますか。ナイトキラー23、15、ちょっと足りんな。まあ上行っても大丈夫ってことは、鉄、鋼で行こうかな。ゴース。うわー、そっか、危な、びっくりした。手ありか、ちょっと油断しましたね。ちょっとびっくり。鋼18、ダメっすね、足りないっすね。あ、ドーガさんもうレベル11か。いつの間にかそんなところまで来てたんですね。かわいいね。はい、マルスは進んでくれないと困りますんで、手ありで攻めてきたから、あー、ギリ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 来ない感じね。この感じどうしようか。攻撃鉄19、11、ぴったり大丈夫ですね。 100% は安心できますからね。この命中率ヒット100っていうのはね、超安心。パオラ姉さんすげえいいわ。問題はこれ、どうしようか。鉄の弓でちょっと削りましょう。ほい、うわ、必殺出ました、ウォーレン。
いいっすね。じゃあオグマでとどめを刺すと。リンダの方が良かったかな。これ育て方もね、やっぱりプレイする人のみんなそれぞれ違うと思うんですよね。話聞きましょうか。そしたら、おう、アリティアの方、どうかお願いです。ラング将軍を倒してください。あの男がいる限り私たちは落ち着いた暮らしができません。いやー、ひどいわラング将軍。よし、マリーシア、ついリライブ、ゴードン。シスターにね、癒されるっていいっすよね。守備最大 HP が上がったと。あ、やべ、あ、そっか、こい、そっか、やば。やっちまったな。あ、やべ、うわ、やべえやべえ。アラン、頼む、壁になってくれ。こいつらのこと忘れてたわ。まあいいね、大丈夫大丈夫大丈夫。ほっほっほ、よしよし、まあなんとかなるっしょ。ここどん詰まりだな。ここでこれね、あの上のね、あー、びっくりした、リブローか、なんかやってくるのかと思っちゃった。これね、どん詰まりでね、上の方を忘れちゃうことあるんですよね。そこがやっぱり危ないところですよね。出た、サンダー必殺2連続、連続ではないけど倒しちゃいましたね。さすがリンダですね。大丈夫か。お、マルスに来ましたね。お、うまい。お次は、あ、やっぱりシスターですね。まあシスター一発は食らっても大丈夫な形になってるんで、これで安心ですね。で、まあこれも一人来るのは想定内ですので。お、かわした。おー、もうパオーラクラスチェンジしちゃっていいっすね。これは強い。気をつけなきゃいけないのはあのシューターですよね。シューターの範囲に入っちゃうとさすがにパオーラでも一発で落とされてしまうんで。お、ちょうどターンですね。あ、そうしましたらね、この続きすぐもちろん続けてプレイしますので、動画の移動だけよろしくお願いいたします。ご視聴いただきありがとうございます。デッシーでした。失礼いたします。